ラオカ技術科学大学上原ハイと申します。今度は、ヘルマクモドのパラメスタヌンリンフォーザバニモフォニズコアネニスゾを文献を紹介いただきます。最初はその文献の概要について説明します。その文献は、隠れたのマルフのマクモドをのパラメスタを用いて、日本の、形態素解式を応用しています。でそのの、通りにその2つの、誘導の情報をの影響を、測定します。最初は、最初値の確率の影響 と、日本の分母政策について、実験を行っています。最初の、結果については、ハルマコモドを基づいて、パラメータのは、同じのレベル、同じのルールベースを、の結果を得られ、の精度を得られました。これは、関係 のこと、それ、統合的にの手法を用いて、その直中は、チャイグラムの確率をプラウコバスからのチグラム確率を用いて、英語のポス英語の品質符号の符号のモデルを作成して 95% の適合率を得られました。でそのカスティングは、ハルマコモドを使ってその、英語のポスタキングも 90% の、適合率を得られました。そう、中国の、パシフィックオプタキングを、ハルマコモドも使いました。それは、まあ、大きなコバスを使います。日本その日本もその同じのアプローチを使ってですけど、まあ、プアパフォーマンスを得られました。20% の確率のアキュラシー以下を得た。それ最初日本の形態素解式ズーマンについて説明します。ズーマンにはナスと京都ユニバーシティを開発しています。それは2つのコストを基づいて、計算しました。1つは、単語のコストと、単語の間のつながってできるのコストを基づいて計算します。その結果のアナリシスをするときは、ラティスのゾーナーの構造を作成して、その米帝の単語をつながってできるのパッドを作成します。ズーマンの、アキュラシーは 94% ぐらい得られました。それは、一つの、例、日本の形態素解式の例を取ってそのゾーナーの感じです。そのラティスのゾーナー、ラティス同じの構造を作成して、単語をと単語をつながってできる、すごく全部のパスをつながっている、最初からの文章と終わりの文章ですね。次はハルマコモドについて説明します。それ、エラーにはエラーは入力の文章です。それは、その文章全部のラベルをの確率はペアのをして、その公式に
について計算しています。その場合には、最小の確率は、遷移の確率、その単語があって次の単語を移動するの確率はどのいくつのか、その公式について計算します。で次はそののは、単語を作成するの確率です。で、例えばその文について入力の文は、彼のうちで、それは単語は全部分けて、その単語、単語は W をします。 S はその遷移確率ですけど、その遷移には遷移というのはそれの、単語の品詞言われて、その日本語の場合には、143場合があります。それで、例えばその単語で見るなら、でつながっているが2つのパスあるんですよね。それのとかのと1つとうちとか、のうち2つのパスをつながっていってでまで行きます。次はズーマンとハイルマコモドのシステム、2つのモデュール分けます。最初は初期値をのパラメータを学習のモデュールと、ハイルマコモドの、学習のモデルですね。ハイルマコモド学習のモデルはその、ラベルマラアンタクのコパスをズーマンでそのまま、ナティクスのゾーナを分けて、それでそのまま、ハイルマコモドのを渡して、ハイルマコモドから、まあ、それ一つ対して、確率を作成する。それは、ハイルマコモドのパラメータ学習点について説明します。さっき言いましたが、ハイルマコモドをそのまま落として日本のアセイ の、ニュースペーパーを学習するなら、まあ、そのポアパフォーマンス 20% のアキュラシーの以下得られて、その理由を説明のは、まあ、日本の場合は単語と単語、ちょっと曖昧して分けるは難しい。だからそのままの英語の、そのまま英語の場合使ったら、まあ、低いのアキュラシー得られると言われました。でその手法は ハイパフォーマンスをインプルーしたいだから、その2つの、2つの情報を付与して、最初は、最初値の確率と、もう一つは、日本の分母を制作する。最初は、最初値の影響を実験を行っています。最初の確率には、その単語と単語の遷移の確率と、その単語を何回出現するのか、その大きなコパスの中なら、まあ、得られるんですけど、その大きなコパスなら、まあ、いろいろな難しいの問題を発生するので、今度の使っているの、ものは、エレルのタケコパスと、朝日のニュースペーパー、それはタケズーマンを使って、タクしました。それを6000
6万5千の文章がありますね。エデルはその、北国のはそれは大きいのパス、大きいのタケコパスですけど、マヌアに、人にとってその小罰を託する、これは300の文章があります。その実験を行っているその結果表の中にはエロライズを表しています。3つの合衆するときは220万の先端を選んで学習します。それ見るなら L のコバスの中で、まあ、すごく、高いの高いなので、違うの率を高いなので、まあ、次の実験を使ってない。他のは10万コバスとか高いコバス1を使います。最後はちょっと、10万現在、その論文現在の10万を使ってその学習するの結果。次は、分母の静寂の影響について説明します。後から、まあ、それハリマコマドの学習するときはすごくの文法的、日本の文法的、つながっている。例えばその場合、prefix of precept of perfect とか、まあ、それ a stem of verb is a non of inflection suffix とか、それは日本の中の文法の中には、まあどこの文法でもエクセプトできないですけど、その実験を行っているときはその融合のルールを達成して、その達成するのは、まあ、確率を直して、でその直するあとは、まあ、その実験を行っています。その見るなら、まあ、そのタイトル3の中ですね。その結果見るなら、まあ、その文法の静寂の影響を大きい影響ある見えますですね。これは、300そのタキコバ、1は最初値と、7400円の文書を使って、またがクバチューは、6600文書を用います。実験を行っていました。でそのコパス、さっきのターゲットコパス1とターゲットコパス2は、まあ、どの影響をそのまま学習して影響があるんだから、まあ、ちょっと混ざっていて、6000の文章を取ってターゲットコパス A と B を作成して実験もう一回行っています。で最初は、結論です。その結論には、まあ、それハイルマコモロを用いて、日本のズーマンルールバイスの形態数解析を、パラメスタを学習しました。それで2つの大きな影響があります。最初は最初値の確率と日本語の文法の政策の影響を、明かり見ました。はい、以上です。ご視聴ありがとうございました。